今日はですね <laughs>。これからケるのができちゃった、えーっとじゃあ。今日はですね。えー、っとこれまず一回読みましょう。そしてこれに訳をしますから。一緒に、えー、っと自分で考えて訳をしていってみてね。まあ、とりあえずまず読みましょうか。か OK から。1,2,3.OK。I'll check with Ms. White if she has anything else in mind.And tell her about your suggestion.I'll come back to you. With what ここにはカンマー入れてもいいですよね。入れない人が多いんだけど、でもまあ入れるのが日本では主流になっているみたいですね。えーっとまあ、これの意味なんですけど、どうでしょう分かりますか ?OK はいいですよね。I'll check with。これ、誰々に聞いてみるよって意味です。だから後ろに Mrs. ホワイトがありますよね。ホワイトさんにちょっと聞いてみます。 if she has anything else in mind she has else 何か他のことが頭にあるかどうか。and tell her、それから彼女に話します。About your suggestion, あなたの提案について。I'll come back to you. これは、後であなたに戻ってきますって意味なんですけど、えー、っとその後、また連絡しますって意味です。その彼女に聞いた内容についてね。 だからあなたと今話して,話してますけれども、えー、まあ、しばらく時間を置いて、またあなたのところに戻ってくるっていう、実際に来るわけじゃなくて、メールとか、そういう感じで電話とか、そういう感じで連絡しても同じです。With what she has to say. She has to say. これ、彼女は言わなければならないという意味もあるんですけど、これ、what she has to say になってくると、what she has。彼女が何を持っているか。彼女が持っていること。To say. 言うべきな。 言うべき何を言うべきかっていう感じですよね。でもこれまあ大体意味として、えー、彼女は何て言うかをあなたにまた伝えます。何て言うか何て言ってるかをあなたにまたま伝えます。About the schedule too。それからスケジュールについても日程についても彼女がどう言うか、えー、あなたに伝えたいと思います。だからこれはえっと相手の提案それから えっと相手が提案したんじゃないかもしれないんだけど相手が指摘したスケジュールのミスとかあるいはダブルブッキングとかそういうのがあってでそれについても彼女に彼女は何ていうかそれをちょっと変更しようっていうかいやそのままで言っちゃうっていうかそれをちょっと聞いて彼女が何を言,う言おうとしているか彼女が何を言うかをあなたにもう一度伝えますっていう意味ですこのハース2は必ずしもしなければならないとここで訳す必要はありません。 もう1回2 3。オッケー。I'll okay, check with Miss White if she has anything else in mind。このifはこめんね if はごめんごめんね、ごめんね、もう一回いきましょう。。I'll えー、<laughs> okay, check with Miss White if she has anything else in mind and tell her about your suggestion。 i'll come back to you with what she has to say about the schedule 2